るこんにちは。ゲーム動画でいこうです。名古屋記念経理もいよいよ最終日。決勝戦の予想をしたいと思います。はい、ご覧のキューリン。地元は吉田と高橋。グランプリ発車の浅井。また、あの、当地。 ダービー3回制覇している村上が決勝に乗ってきました。ちょっと平原は準決勝どうしたのか、足が良くなくって最後落車までしてしまって残念だ、でした。まあこれでですね、まあ浅井吉田も村上も、 十分、チャンスが広がってきたんじゃないかなと思います。えー、っと、三連単の支持率。一応、村上が一番なんですけど、え、二番目が吉田浅井です。で、この二人を足すと村上を抜きます。村、成木雄に頭のチャンスは、まあ、ないだろうと思われますんで、実質、一三三一で買われている人が多いんじゃないかなと思います。 えー、ではですね、合法語の、合法語スタートが結構重要になってくると思います。まあ、高橋は、並び画を見ていただくと、中部はですね、えー、愛知の真ん中に浅サを入れて、高橋、浅井吉田へ並んでおります。 これはもう、あの、高橋を逃がして二段掛けというのを、チューブはもくろんでいると思います。ただですね、えー、っと、山本村上の京都コンビもは、まあ、後ろから取って、押さえて、い、もしくは一気に叩くということに慣れてますからね。やはり、あの、京都コンビがスタートへ出しぶって、 チューブが、京都コンビの前を取らされるんじゃないかなと思います。というわけで、えー、まあ、高橋が一度は前に出てもですね、結局は、京都コンビが叩いて先手を取ってしまうんじゃないかなと思います。で、えー、村上の同期も成城もここに続きます。 で、中段争いですけど、まあ、高橋が多分不発になるんで、浅井は降りていかないといけないです。まあ、そこに菊池や松浦がいるんで、ひょっとしたらもつれる可能性も結構あります。というわけで、これはもう村上からでいいと思います。まあ、誰かが仕掛けてきたところに合わせて村上が、 まあ番手まくりも用意しての抜け出しを図ると。今山本もすごい調子いいですからね、ひょっとしたら山本、4コーナーまでは持ってしまうかもしれません。えー、目,目としては、やはり、追走成木男と7号が大本線です。中段も釣れますし、あの下の、そうなると、 4人いますけど、えー、浅井、吉田、松浦、菊池と4人いますけど、内9はもう村上についていくので分かりやすいですからね。ということで、あの、75が大本戦。まあ、もしですね、一着逆転の目があるとしたら、まあ、ないとは思うんですけど、 これまえー、松浦をちょっと押したいなと思いますね。まあ、まず、何清が打ち外すことが条件なんですけど、ただですね、昨日準決勝戦見てても、和田健太郎が、陰抜きで失格取られてしまいますからね、 松坂記念準決勝の浅井みたいに失格取られてしまったので、インから抜くのは結構、あの、判定が厳しくなるんじゃないかなと思います。ま、あの、まあ、村上で、この、 名古屋が得意な村上でいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。ツイッター、ブログもやっております。えー、説明欄に載せておりますので、よろしければ見に行ってください。最後を20秒で流します関連動画。 動画プレイリストの方もよろしければご視聴お願いいたします。名古屋記念決勝戦の予想をお送りいたしました。ゲーム動画で以降でした。